始まりましたポケモントーナメントウルトラカップスーパーボール。チャンピオンの座をかけて今バトル開始です。勢いのある攻撃、おーっと一発目から猛烈な当たり、あーっと速い、いきなりダウン。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでパラセットの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで猛烈な吹雪、おーっとポケモンの選択を誤ったか。あっとあっけなく倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここで黒雲の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっとステルジャックル、大きなダメージ、あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここで猛烈な吹雪、おーっとポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでニョロドの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでジューダスボルトだ。おーっとこのポケモンではまずかったか。ここで特殊能力をアップです。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。これはどうだ。よし、あっとガッツだか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゼトメトンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで自陣攻撃、弱点をついた。おっと嫌な音攻撃、おっと防御力がダウン。さあ熱いバトルが展開されております。激しい攻撃、狙い的中、あっとダウン。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。おっと、いきなりのポケモンチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ、まずはおっと、これはイマイチ。互いに相手の力量を伺っているというところか。ここで主人攻撃きた。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでガラガラの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで猛烈な吹雪。おーっと、このポケモンではまずかったか。おーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでオコリザルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここでサイコキです。効果は抜群だ。あーっと、あっちけなく倒れてしまった。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで波乗りだ。おっと、一発目から猛烈な当たり。あっと、速い、いきなりダウン。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでピッピの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。勢いのある攻撃、激しく当たった。おっと、キノコの胞子。あーっと、眠ってしまった。眠ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。おっと、眠っていて動けません。さあ、今度はまずまずの当たり。体力の差がついております。バトルの姿勢に移って、おっと、まだ動けない。さあ、ここで、おっと、これはイマイチ。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで目を覚ました。さあ、これは鋭い当たり。さあ、熱いバトルが展開されております。ここでサイコキです。よし、あーっと、ガッツきたか。残りのポケモンの数に差がついております。ここで緑色の登場だ。
現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ、狙い的中。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。も後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。ここで集団スプルトだ。おっと、一発目から猛烈な当たり。あーっと、速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでウチロンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでサイコキです。おーっと、このポケモンではまずかったか。おーっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでシードラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、逆転をついた。おっと、煙幕を張った。おっと、命中率がダウン。さあ、熱戦が続いております。いった、効果は抜群だ。ここでダウンです。ここで試合